試合開始を前にしたスタジアムには独特の雰囲気が漂い始めました。エル・アルコラスへようこそ。実況は私西岡明彦、解説席には最高のボランチとも評される福西崇史さんをお迎えしました。見逃すわけにはいかない試合になりそうですね。この試合も面白そうですね。どんな展開になるか期待しています。サイドチェンジ。このボールは直接相手の選手へ。うまく読んだインターセプト。ボールを失います。プレーを流します。アドバンテージを見たようですね。プレーオンです。アドバンテージを見ているようです。このパスは読んでいました。走り込んだ味方に合わせました。素晴らしいセーブでゴールを死守。いいボールを送りたい。サマサ。バンバ。チャンスにできるか。バルデス。危険な位置です。緊張感が増してきます。しっかりとしたディフェンスです。視野が広い。これはオフサイドです。チャンスでしたが飛び出しが早すぎましたね。ボールをサイドへ振りました。キーパーの届く位置でした。サマサ。いいタックルだ。ボールをキープしました。このパスはカットされました。パスをサイドに送ります。縦に入れるタイミングを伺っているんでしょうか。高い位置でカットします。ノチェリーノ。ここはクロスのチャンス。中央へのボールはクリアされました。パスを戻します。絶好のチャンス。ゴールだ。フィニッシュはボレーで豪快にネットを揺らしました。パスをつないできましたがここで奪われました。このパスは読んでいました。ここはディフェンダーが読んでいました。相手に奪われます。相手にボールを渡してしまいました。打ってきた。このシュートは惜しくも入りません。コントロールされた素晴らしいシュートでしたがあと一歩でしたね。ボールはミドルサードからアタッキングサードへ。
いいところへ出した。副審の旗が上がりました。オフサイド。相手ボールになります。アーリークロスを狙った。クリアして危機を出しました。味方の位置を確認する。このクロスはキーパーが簡単に処理しました。サマサ。相手にリードを許していますが、ここは急がずにボールを回しています。チャンスは続きます。スローインです。相手陣内でインターセプト。ここで止められました。惜しかったですね。前半が終了しました。スコアは1対0。1点のリードでハーフタイムを迎えます。前半が終了しています。福西さん、ここまでの両チームの戦いぶりはどうでしょうか。はい、ボールをキープしている時間は同じくらいですが、シュートの数、この試合はどのような結末を迎えるのでしょうか。さあ、後半キックオフです。サイドが空いています。中には入りません。クロスをブロック。デンプシー、どこまでドリブル。ゴールキーパーがダイビングセーブ。しっかり集中できていますね。追いつくためにもこのコーナーキックを生かしたい。このボールは相手にクリアされました。味方を走らせます。ここはタックルでうまく対処しました。コーナーキックです。アウェーサポーターが怒っています。スコアはビハインドのまま、相手に時間を使われています。なんとかボールを取り返さないと、このまま終わってしまうでしょうね。パスが通りません。バンバ。デンプシー。これはチャンスだ。これはナイスインターセプト。ここはクリアするしかありません。タッチに蹴り出しました。折り返せるか。ボールがこぼれる。危険な位置です。緊張感が増してきます。落ち着いています。このボールはタッチを割ります。スローインです。主審がフリーキックを与えます。
鮮やかにパスを回しました。サマサ、ボールを奪った。プレスが効いています。バンクス、硬いディフェンスに攻めあぐねています。いいクロスが中に入った。クロスバーに当たった。ゴールならず。ボールを奪った。いいタックルでした。フィリップス、鮮やかなインターセプト。コースを予測していたんでしょうか。スルーパスが味方に通る。いいパスとは言えません。簡単にボールを失いました。スローインで試合が再開となります。ここでインターセプト。フリーキックのようですね。レフェリーがファールを取りました。ここはクリアされました。スペースへのボール、ノシェリーノ、決まった。ゴール、ゴール。豪快なボレーシュートでスタジアムを沸かせました。リプレイが出ます。まずはこのクロスから中野選手へボールが渡ります。そしてこのボレー、完璧にボールの芯を打ち抜いています。バンバ、このパスはカットされます。この選手が視点となってパスを回しています。フィリップス、ここでボールロスト。ディフェンスを翻弄しています。ここでやるのがすごいですね。ボールをクリアしました。さあまたここからの連携、ここを潰すことができません。おっとボールを失いました。サイドへ展開します。中央へのボールはクリアされました。このコーナーは誰に蹴るか。ここはキーパーがうまく処理します。これは見事なインターセプト。タッチを割ってスローイン。ボールを前に運んでいます。クロスが入りました。パスをサイドに送ります。うまくボールを奪った。周りをよく見ています。この攻撃は実を結びません。これは見事なインターセプト。きれいにかわして攻撃に出る。ここで網にかかる。
ここでホイッスル。ホームチームの見事な勝利です。接戦になりましたが、チームは巧みな試合運びを見せ